縄の出身で大学は東北の富士大学、大学選手権でベスト4活躍をしました。打ったフライ、この当たりはどうでしょうか。伸びていって、伸びていって、どうかな、どうかな、どうかな、入った。プロ入り第1号が出ました。センターバックスクリーン横に持っていきました。山川穂高の一発が出ました。田辺監督代行の期待に応えました。中村が拍手を送ります。いや、よく打ちました。はい、はい、それは初ヒットがホームランでしょう、これはもう一生思い出に残るでしょうね。そうですね、これ埼玉西武は森といい、この山川が出てくると